皆さんこんにちは、藤田ニコルです。今日はコスメとメイクが大好きな私が最近愛用しているコスメを紹介していきたいと思います。この動画の最後には美容に関する質問&お悩み相談にも回答しているので、ぜひ最後までチェックしてみてください。今回紹介するのは私のセルフメイク連載ニコセルフで使用したコスメです。はい、この私が今ちょっと顔にしているメイクなんですけど、このメイクのテーマはズバリピンクとオレンジで顔面お花畑メイクです。はい、ということで今ピンクとオレンジが入り混じってるメイクなんですけど、それに使ったコスメをちょっと紹介していきたいと思います。でまずね、ピンクですね、アイシャドウのこのホールっていうかでかいところに使ったピンクのアイシャドウはアミューズの EV シアーパレット02番、この1,2,3個を主に使いながらアイホール全体に使いました。ピンクピンクしてなくて、結構なんて言うんだろうな、くすんだピンクになるので、すごい鼻なじみも良くて使いやすかったです。でこれをベースに引いてから塗ってから、オレンジのちょっとアイラインっぽくしてるところがあるんですけど、それをまたアイシャドウなんですけど、こちらがズーシーの13番ですね、蜂蜜パンプキンっていう色のこのオレンジのラメのところでちょっと細かいブラシで取ってアイラインっぽく引きました。でこれでオレンジの要素を足して、ピンクとオレンジ相性がいいので使いました。目の下にも引いてます、同じの。あとチークですね、ちょっと今これはサンプルで何もパケなってないんですけど、私がプロデュースしているコスメのシーメルの今サンプルで、オレンジのマットのチークとラメ感があるこのハイライトっぽいのがセットになってるやつなんですけど、それをほっぺに塗りました。ツヤツヤになってすごい肌も綺麗に見えるし、オレンジもすごい発色がいいので本当元気に見えます。はい、なんかこうやってやった時にキラキラするのがポイントです。これオレンジね。でちょっとオレンジがいっぱいになってきちゃうから、唇はちょっとピンクにしたいなと思ったので、リップはこの2本を使ってます。アミューズの01番っていうカラーをまず最初に塗るんだけど、その前に自分の唇の血色をちょっと消したいので、ちょっとコンシーラーでふんわり消してから、これをポンポンって肌になじませて、このディオールのねちょっとリニューアルしたやつなんですけど、リップマキシマイザーの010番かな、ピンクのラメ感がちょっと入ってるんですけど、これを塗ったらちょっとミルキーピンクみたいに全体的になったので、ピンク要素が足されました。まああとはずっと私が一番長く使ってるであろうキャンメイクのクリーミータッチライナー、これはもう石灰ラインとか引くのとかインラインとか引くのにもおすすめなので、これも使ってます。でマスカラはシーメルのマスカラです。これブラウンかな、キラーロングマスカラのブラウンを使ってます。これに黒が入っちゃうとピンク vs オレンジなのに vs 黒になっちゃうので、ブラウンでなじませてあげるのがポイントです。ビビ、じゃあ答えちゃいます。皆さんから質問が来たので答えます。まず1問目、シェーディング上手になりたいです、どこから入れるのがいいですか、アンドニコルちゃんのおすすめのアイテムを教えてください、ということなんですけど、まあ、シェーディングなんかそんな私的に難しいものじゃないかなって思ったんですけど、シェーディング塗るとしたら、まあ、これまあ大きいブラシ、まあもっと切ってもいいかもしれないけど、まあ、大きいブラシで、まあ、くるくる取ってもらって、なんかさ、シェーディングって濃いのと薄いのが大体混じってるやつが多いと思うんだけど、濃いのだけ塗ると顔だけすごい濃いのを塗りましたみたいになっちゃうから、ちゃんと薄い方も混ぜて、で一回手のひらとかでちょっとくるくるなじませてから、こうなんていうの、まあ、どっから塗るって言ったら、まあ、こめかみから塗ってるかな、こう内に行くように、ここだけ塗っちゃうとここだけ黒い人になっちゃうから、こう塗って、で首の下行ったらこう塗ってってるかな、でまたこう塗って、まあ、おでこも、まあ、中央に寄せていく感じで塗るとすごい肌に馴染んでシェーディングもよく見えるかもしれない。こんな感じかな。鼻筋とかに鼻筋も塗ります。そしたら細いブラシで取って、
眉頭の終わりくらいからちょっと薄く、でもこれ結構濃いので塗っちゃうと本当にすごいことになっちゃうから、結構色も調整して、うん、本当ベージュにちょっと茶色いかなくらいで塗ってあげるとうまくできると思います。こんな感じかな。おすすめのシェーディングは使ってるのはエチュードのシェーディングと、あと指原さんのブランドのリリーミューだけかなのシェーディングをどっちか使ってます、いつも。2つ目、引き算メイクに挑戦するならどこを抜く。引き算メイク、まあ私今すごい足し算してるメイクになっちゃってるけど、引き算するんだったら、でもやっぱ目元は盛りたいもんね。盛った方がやっぱパッチリ可愛いと思うから、チークかな、抜くんだったら。チークを抜いて代わりにハイライトを塗るとかってやってあげるとすごい引き算メイクになるのかな。ここに今私みたいに色があると全部今色があって、なんかすごい漏れすぎてるって思う人はチーク抜いてあげて、ちょっとこの辺にハイライトに変えてあげるとか、あとツヤ系のハイライトにしてあげるとかすると、ちょっと抜け感出るのかもしれない。色がありすぎるとね、ちょっと足し算になっちゃうので、引き算したい方はそんな感じかな。続いて毛穴ケア、ニコルちゃんは何をしていますか。毛穴ケア、私も本当もう25になるので、もう肌ケアをちゃんとやろうと思ってやってるんですけど、まあまずちゃんとメイクを落とすこと、まあ、これは本当大事意外にメイク落としてるって思ってても落とせてない人が多くて、まあ、美顔器とかあんまみんなやんないか、なんか美顔器やった時にうわハンデついてるじゃんみたいになる時があるのね。だからってことはメイク全然落としきれてないことが多いので、ほんとしっかり目元だったらまあオイルとか、肌だったらなんていうのクリーム系のミルク系のやつで変えてあげたりとかして、あの肌に優しくあのちゃんと落とすっていうのが大事です。あと美容面だったらやっぱお金をかけてエステに行くのもいいかなって思うので、私は年末年始にクリニックに行って水光注射をやったんですけど、なんか肌に直接なんか綺麗なる液をぶち込むみたいなやつをやったんだけど、まあ、ポツポツ赤くなっちゃうからお休みがないとできないけど、でもそれやってから結構 毛穴が引き締まる、キュッとなってる感じになったから、それもおすすめだし、手軽にできるんだったら私はオバジェの美容液で25って書いてある方、それをあの鼻とかに塗ってあげると、あの毛穴ケアにもできるのかなって思います。そんな感じでいろいろやってます。あとはまあ私生活の食事とかもね、気をつけながら水をたくさん飲んで、もう内側からも綺麗にしてったら毛穴なくなるんじゃないでしょうか。ビビということで終わりですはい、ビビ4月号ではこのメイクのやり方と紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。あとまたこのメイクの他にもガチで盛れるメイクがあと2つあるので、パターンがぜひそちらもチェックして皆さん真似してみてください。はい、ビビ4月号みんな見てね。ニコルンでした。